こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スピニングチャート好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ハトゥーフ前に行きそうです。スピニングチャートそれに続いています。さらにはソラーティカ13番コラゾナその後ろ先頭に戻りましょう。ハトゥーフ先手を取りました。16番ダンツシアトル2番手を追走しています。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身各馬一塊です。それでは先頭からハトゥーフ先手を取りました。黒の帽子スピニングチャートその後ろ好位置をキープしています。ダンツシアトル内からはソラーティカ青の帽子ザイーグルその後ろすぐ後ろにウィミズバイトグラスチェストすぐ後ろ青の帽子サマンサジェンその後ろその外からホワイトマズル並んで13番コラゾナアイフレンドイーストこの馬もこのグループすぐ隣にサファイアサークル。さあ先頭はまだ4番ハトゥーフハトゥーフ後続を引き離す。2番手はザイーグル最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ハトゥーフ先頭1馬身から2馬身のリード。2番手はダンツシアトル先頭を捉えるか。やはりダンツシアトル先頭だ。ダンツシアトル頑張る。最後の追い比べ先頭はダンツシアトル。ダンツシアトル先頭2番手はハトゥーフダンツシアトル先頭2番手はハトゥーフダンツシアトル1着ダンツシアトル完勝。ダンツシアトル1着2着はブータラーム世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダンツシアトルまさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブしてさあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はスイートマドンナスイートマドンナ先頭2番手はボーイングメーカーボイスガルあと 200m スイートマドンナ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。フェアリーシック先頭ビーナスタック最内から一気にボースミオーロラボースミオーロラボースミオーロラ1着2着は微妙です。勝ったのはボースミオーロラ。4コーナーをカーブしてさあこれからです。先頭は吉野キングあと 200m 先頭は吉野キング名勝ホームラン一気にやってきた。種豊を抜けた一気にモリユープリンス川内ソレイユ川内ソレイユ1着2着にはどうやらモリユープリンス見事に勝ちました。川内ソレイユ名勝ホームラン完敗です。着外に沈みました。
中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち。今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優駿牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のパルゾーン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはウォーターデュール、スノーデューク、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウォーターデュール鼻に立ちます。その後ろからはエアモーニング、この馬も上がっていく構えです。さらにはスノーデューク、15番西のプリマドンナ、その後ろアドマイアメール、後方から、では前の方から見てみましょう。ウォーターデュール先手を取りました。オレンジの帽子エアモーニング、その後ろ、その外にアグネスパレード、さらにはスノーデューク、内からはサンライズサンドラ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気のシアマゾン、現在馬群の中ほどにつけています。鳥海キャロル、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から、先手を取ったのはエアモーニング、これに続いてウォーターデュール、ピンクの帽子アグネスパレード、その後ろ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはエアモーニング、これに続くのがアグネスパレード、並んで10番ウォーターデュール、その外にスノーデューク、その隣に鳥海キャロル、すぐ後ろにイージートップ、黒の帽子鳥海ライデン、その後ろ、すぐ隣にサンライズサンドラ、その外からパルゾーン、各馬大欅を通過。前はエアモーニング、2番手はアグネスパレード、ウォーターデュール、3番手シアマゾン、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エアモーニング先頭、差はほとんどない。2番手は鳥海キャロル、先頭を捉えるか、やはりシアマゾン先頭だ。あと 200m 後続を引き離すシアマゾン、足色は衰えません。後続は大きく離れた。2番手は鳥海キャロル、シアマゾン独走、シアマゾンぶっちぎりです。シアマゾン1着、2着は鳥海キャロル、シアマゾン牝馬2冠達成、あとは秋華賞を残すのみ、牝馬3冠はもう目前だ。新潟競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。レイクテック好スタート、綺麗なスタートを切りました。カワチトリビュート、前に行きそうです。エアウンテレサ、それに続いています。さらにはレイクテル、4番フィールドカフェ、その後ろ、それでは先頭から、先頭はカワチトリビュート、短期の逃げに持ち込みたいところ。前はカワチトリビュート、2番手はレイクテル、さあカワチトリビュート、このまま逃げ切れるかどうか、後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。カワチトリビュート先頭、残り 200m、 カワチトリビュート先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はアルリングコート、カワチトリビュート今ゴールイン、段違いの強さです。カワチトリビュート1着、2着はアルリングコート、これが世界の実力だ。カワチトリビュート